はい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 、皆さんおはようございます。ガミです。僕は今小五田駅に来てるんですが、今回この動画は鉄道施設を再利用して走る気仙沼 BRT に乗ってきたということでやっていきたいと思います。東日本大震災の影響で東北地方の太平洋側を走る気仙沼線と大船渡線は大きな被害を受けました。津波による被害は甚大で、しかも広範囲に広がったため鉄道での復活っていうのは困難を極めたわけなんですね。そこで鉄道輸送ではなくて、よりスピーディーに復活できる交通手段としてできたのが気仙沼 BRT、 大船渡 BRT ということなんですね。ということで今回の動画っていうのは、その気仙沼 BRT っていうのがどうなってるのか、沿線の様子を実際に訪れてご紹介したいと思います。ちなみに次回の動画は大船渡 BRT の面白いポイントを紹介したいと思いますので、2回にわたって BRT の動画をお届けしたいと思います。それではまずはじめに小五田駅から気仙沼線との乗り換え駅舞足駅まで石巻線に乗車していきたいと思います。気仙沼線ってどういう路線なのかっていうのを説明しますと、気仙沼線っていうのは舞足から気仙沼までを結ぶ鉄道路線だったんですね。ですがそのうちの鉄道として走っているのが舞足から柳井津間だけということで、柳井津から気仙沼間っていうのはこれ BRT になったということです。2020年3月までは柳井津から気仙沼間っていうのはこれ正式な廃線ではなかったんですけど、4月1日に正式な廃線になったということで、気仙沼線自体っていうのは気仙沼までは行かずに舞足から柳井津までの路線ということになっています。ちなみに今回小五田駅から石巻線に乗車して乗り換え駅の舞足駅まで行くわけなんですけど、どうやら小五田駅から直通で柳津駅まで行く列車っていうのもあるらしいんですけど、そちらの列車っていうのは1日数本しかなかったので本数が結構少なくなっています。気仙沼線との乗り換え駅舞足駅に到着しました。僕が今乗ってきたのはこちらの石巻線なんですけど、乗り換えるのはこちらですね、柳津行きの気仙沼線です。でこの舞足駅からも一応 BRT っていうのは出ていて、今奥に止まっているこちらの赤い車両が気仙沼 BRT ですね。ですが柳津駅からも出ているので、柳津駅から乗り換えることもできます。舞足駅の駅名表、紫がこれが気仙沼線かな、でピンクが石巻線ですかね。ああ、気仙沼線の0キロポストがありましたね。本来だったらここから気仙沼まで行くんですけども、2020年4月から柳津までの路線ということになりました。じゃあ乗っていきましょう。舞足駅を出発すると女川方面の石巻線と分かります。左側が気仙沼線で右側が石巻線です。今回使用している切符がこちら、東京都内から BRT 盛駅までの切符です。気仙沼 BRT も JR の路線なので鉄道ではありませんが、通しで切符が発券できるっていうのも面白いですね。約20分ほどで鉄道での終着、柳津駅に到着します。ということで柳津駅に到着しました。ここから先の気仙沼線というのが、鉄道での運用ではなくて BRT でのみの運用ということになります。柳津駅っていうのはおそらくこれ昔は1面2線の駅だったということで、ここにも多分線路があったんでしょうね。ですがそれがもうなくなって、今は1面1線の駅になっているということです。で駅名表もありましたが、おそらくこれは東日本大震災以前のものですよね。ここから先の BRT 区間の駅名がこんな感じでかぶさっていますね。待合室に BRT の運賃表みたいなやつも載ってました。ですが、運賃はこれ記載がないですね。当駅から BRT 区間までの切符は窓口または車内でお買い求めくださいというふうに書いてあります。車止めがあるわけなんですけど、この車止めの先をたどってみると、ああやっぱり絶対これもともと線路があった場所だわ、ね、多分鉄道用のトンネルとかも残っているんで、ここはもともと鉄道が走ってた場所だと思うんですけど、それが今は
BRT の専用道になっているということですね。遠くにこんな感じで標識が立っているんですけど、歩行者および全車両、路線バスを除く車両というのがここを通ることができないということになっています。気仙沼線の柳津駅を降りて U ターンすると BRT のバス乗り場がありますね。こちらの BRT が気仙沼駅の BRT ということです。ここでそもそも BRT とは何なのかについて説明していきたいと思います。 BRT はバスラピッドトランジットの略で、車両は普通のバスなんだけど、普通のバスと違うのはバス専用道路を走ることによって速達性や定時性を高めているという点なんですよね。それでは早速気仙沼 BRT に乗っていきましょう。柳津を出ると先ほど見えた専用道を走るかと思いきや、いきなり一般道を走り始めましたね。時折車窓から旧気仙沼線の高架が見えましたが、ガードレールがあるのでこの上は、専用道になっているということですね。柳津から15分ほど走行して陸前徳良駅というところから専用道に入り始めました。専用道の様子を全面展望で見ていきましょう。明らかに一般道と見た目が異なっているというのがお分かりいただけるかと思います。専用道にはこんな感じで行き違いができるスペースがいくつも設定されていました。緩やかなカーブをこんな感じで描いているということで、まさにここに昔は鉄道が走っていたんだなということがお分かりいただけるかと思います。しばらく行くとトンネルがありました。トンネルの形からするに、これももともと鉄道で走っていた時代のままのものをそのまま使っているという感じでしょうね。その時代はまさかバスがここを通るなんて予想だにできなかったことだと思います。太平洋側の綺麗な景色を見ながら BRT は専用道と一般道を縫うように走っていきます。気仙沼が近づくと住宅街が増えていきます。 BRT の面白いところというのは、もともと踏切だった場所も雰囲気でこれ分かるというところなんですよね。おそらく今渡っているこの場所っていうのも、もともと踏切だったんじゃないかなというふうに思われます。まもなく気仙沼です。一ノ関方面からの大船渡線と合流し、気仙沼駅に入っていきます。ということで終着の気仙沼駅に到着しました。これ4番線側は今大船渡線の一ノ関方面の列車が発着しているということで、ちゃんとこっち側は、線路があるんですよね。それも見ていきましょう。まずこんな感じで駅名表とかもあるんですね。電気ネズミが、いますけども、なんかポケモンとタイアップしてるっていうことなんですかね。で、4番線側はこんな感じで線路はあるんですけど、この3番線側っていうのが、もともと絶対ここにレールがあっただろうっていう、名残がすごく残ってるんですよね。これですよ、これ、こういう感じで今は道路になっていますが、多分ですよね、向こう側に車止め的なやつがあるから、おそらく、線路があったと思いますが、こうなっているということですね。でちなみに気仙沼駅では大船渡線の BRT にも乗り換えることができるので、2番線から大船渡線の BRT が発車して、で隣の1番線から気仙沼線の BRT が発車しているというような感じです。気仙沼駅に到着する BRT は鉄道の改札内に到着するので、一旦駅舎の中に入る必要があります。 BRT 下車時に乗車券は見せたので、気仙沼駅の駅員さんに切符を見せる必要はありません。気仙沼駅到着後はレンタカーを借りて気仙沼 BRT のスポットをいくつか巡っていきたいと思います。気仙沼駅は緑の窓口もあるんですね。鉄道も通ってる駅なので、もちろん普通の券売機もありますが、
鉄道用の券売機で BRT の乗車券も買えるということなので、ちょっと買っていきたいと思います。券売機に BRT のマークが書いてあって、なんかちょっとかわいいですね。豊連が不動の沢っていう、この気仙沼の1個隣の駅にあるということなので、不動の沢までの乗車券を購入します。普通の切符を買うのと同じような感じで BRT の切符を購入できました。少し大きいタイプの乗車券になるということなんですね。気仙沼駅の発車表、ちゃんと BRT の行き先も載っていました。改札に入ると回送の BRT が到着していきました。盛行きの大船渡 BRT は1回気仙沼駅南側で方向を転換して気仙沼駅2番線に入るということらしいですね。ということで一駅区間戻って不動の沢からレンタカーを借りたいと思います。鉄道時代の遺構を巡っていきたいと思っています。はい、気仙沼でレンタカーを借りました。じゃあここからは、まあ、ずっとさっきからいたんですけど、まあ、菅野くんと一緒に、気仙沼線の BRT の移行をちょっと巡っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっと車だけサクッと見ていっていいかい。はい、今回借りたのは、まあ、レンタカーといえばおなじみのビッツということで、ビッツのハイブリッドを借りました。ちなみに奥には大量にヤリスとか、あとアクアとかが止まってますね。はい、とこの後ろのね、この後ろのリアがだいぶ特徴的ですよね。なんでエンブレムが青になってます。まあ、車が近いんでこれくらいの車しかできませんが、よろしくお願いします。はい、ということで、この踏切が今そのなくなってバスが走ってるっていうところがあるんですよね。そこにちょっと行きたいと思います。で、右側に多分ねあるのが、これがもう BRT の、ね、専用の道路っていうことだから、昔はここにね、気仙沼線が鉄道で走ってたってことですよね。レンタカー屋から約5分ぐらい車を運転してきました。で、ここだって踏切注意って書いてありますよね。これね、これ踏切のねマークが電車のマークなんですけど、ただここをね走るのは、まあ、鉄道じゃないですからね。これバスが走るっていうのがすごく面白いですよね。で、これ見てみると、第二表松川踏切っていうのかな、そう、踏切って名前がまだ残ってるんですよね。で、71キロ637メートルだから、おそらく前谷地駅から71キロの地点にあるということですよね。で、こっちが前谷地方面ということで、まあ、やっぱりもともとここ鉄道だったということだから、まあ、この道路が不自然にカーブしているのがお分かりいただけるかと思います。さらに面白いのが、こう踏切って言ったらね、普通こっち側に閉まるじゃないですか。そうだけどね、閉まってるゲートが90度反対側っていうのがこれ面白いですよね。そう、ここからバスが来るということで、バスが来るときにこのレーンが開くということです。で、注意書きで、バス専用道路につき、まあ、バイクとか自転車とか歩行者はこの中には立ち入れないということです。めちゃくちゃ面白いな、ね、だって一般の車がバスの通過待ちをしてましたよ今、ね、でかつこれ踏切でね、一応このポールがあるわけなんですけど、踏切っていうとカンカンカンってなるわけですが、これならないっていうのはすごく面白いですよね。ただ光るだけみたいな感じでしたね。あー、ね、猫だ。あれ来たぞ。あれ人懐っこいタイプの猫だ。あら、マジか。君首輪ついてんじゃん。いやね、近くに気仙沼線走ってるよ。電車興味ないか。僕の動画見て電車興味持ってくれたら嬉しいな。気仙沼駅からポケモントレイン with you ってのが出てきましたね。車体に電気ネズミさんの装飾がなされているのが特徴的です。まあ、子供さんとかはね、これの大好きなんだろうな。
ということで気仙沼 BRT の様子をご紹介しました。本当になんか興味深いスポットがたくさんありましたね。次回の動画では大船渡 BRT の様子を紹介していきたいと思います。大船渡 BRT にもかなりすごいスポットがありますので、その様子を次回紹介していきたいと思います。この動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。